皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル、今日の担当は徳井空です。よろしくお願いします。さあ、というわけでまたやってきました私の番が。さあ、今日はですね、私たち響の所属声優のことを知ってもらおうと思いまして、こちらじゃじゃーん、迫力系。すごいね、私たち声の仕事なんだけどさ、この声の大きさを測るとかになるとね、あの手の力をちょっと測りたいと思います。握力なんて本当学生時代のさ体力測定ぐらいでしかあんま測んないけど、まあでもミルキーの企画でなんかちょっと測ったりしたかな。いやでもね、握力自信ありますよ。なんて言ったって私筋肉ムキムキなんですよ。この間もあのみもっちゃんに、そらすごいムキムキだねって言われたんだけど、あのね、私もう家でぐーたらしてゴロゴロしてるだけなんですけども、自然と筋肉がバキバキついてきちゃって、ほんとね、このなんだ、なんだろうね、遺伝子を感じるね、この血の定めを感じるんですけども、すごいこの筋肉があるからにはやっぱりこのムキムキなところを見せていきたいと思います。なんか測り方がいろいろあったりするみたいなんですけども、まずは普通にちょっと測ってみましょうかね。スタート、いきます。えい、あ、 25.2。 これはどうなんだ、なんか平均が28ぐらいらしいんですよ。え、か弱い、ちょっとか弱めなんだね私。まあでも基本的にやるとか弱くって、で、あとは左スタート。え、左の方がでももっとか弱いよね。24.6。 うわうわうわ、これじゃ全然倒せないよねか弱めですね。な、怒りながら言ったりすると上がるっていう風に聞きましたんで、ちょっと怒りながらってなんだ、28.7 めっちゃ上がってます。すごい上がるもんだね。他にはあとね、好きなものの名前を叫びながら言うと上がるらしい。こう怒りと好きなものだったらやっぱ好きなもので上がってほしいよね。じゃあいきますね。27.8。 あー、やっぱ怒りの方が人間ってやっぱ強いのかな。じゃあ続いて、最近ちょっとゆらっとしたことを想像してから測ってみる。あー、言わなくていいんだね。じゃあ言えないことでもちょっと想像するかな。ちょっと考えて、最近のあれね、あれははーと思ったな。それをこう右手に下ろして、下ろして引きます。失敗ちょ、もう一回、時間が経ちすぎちゃったんだね。いきます。おー、27.8。やっぱさっきのやつが一番来てるか。やっぱでも声出した方がいいのかな。じゃ、私がね思ったのは、こう夢を語りながらやったら、やっぱこう夢へのエネルギー、未来へのエネルギーで力が出るんじゃないかなと思うんだよね。世界平和あー、消えちゃった。何なんだよこれ、すげえ恥ずかしいじゃん。ただ私の世界平和の願望じゃあもう一度、宇宙に行ってみたーい。はあ、 27.6。 やっぱ怒りが一番強いのかな、怒りながら。なんならね、ちょっとイラッとしたことを想像しながらと怒りながらほぼイコールでしたからねあー、まあ
これなんかね、どうやら響きの所属声優で握力のランキングが出るらしいんですよ。まあ私はどれぐらいになるのか、まあでも、上位には食い込みたいね。やっぱりこの筋肉ムキムキ派としては、皆さんもよかったらこのランキング気にかけてみてください。というわけで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。毎日見てね。というわけで今日の担当はそらまるでした。それでは次回もチェック中部。